今買い物に行く途中です。何を買い物に行くかと言いますと、このブー太郎の首を買いに行くところです。どんな首欲しいの、ブー太郎は。ん、かっこいいの欲しいね。かっこいいの欲しいの。そうですか。そうですか。はいはい。今使ってる首輪とリードっていうのがこんな感じです。紐の先端をこうねじって、ここの穴を取って、こういう感じですね。キュッと、いわゆるチョーカーですね。チョーカーってやつですね。チョーカーってやつですね。こういう感じです。それで持ち手の方がこういう感じです。持ち手の方がすごく小さいです。手は通らないです。でも手通らなくて、これは親指をかけてこういうふうに持つものだから、これでいいんですね。これ両方ですね、この急遽ね、僕がね、もしかしたら鷹をつないでいた、リーシュですね、いわゆるリードです。それを、応用というかですね、利用しまして、このブー太郎のリードと首輪ですね、こういう感じですね。これを作ったわけです。こういう感じですね。はい、ブー太郎。はい、ブー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 太郎でですね、これでもね十分、用途はなすんですが、普段ね使うのにあまりおしゃれじゃないんですよ。ですからおしゃれなリードと首輪を買いに行くということになりました。さあ、どんなリードと首輪を買うのか楽しみですね。楽しみですか、ブー太郎は。あんまり楽しみにしてないようですね。でもね、いろいろね、経験だからいろいろやってみましょう、ブー太郎。よっこいしょ、よっこいしょ。はい、ブーちゃん買い物行きましょう。ブーちゃん買い物行きましょう。はい、ここなんですけども、ここはね1階の、まあ、限られた空間だけなんですけども、一緒にペットと入れる、ところです。ですからですね、このブー太郎に実際に試着しながら首を選ばせてやろうと思います。はい、今日行こう。ブーちゃん。よくできている構造だと思います。あ、首がいっぱいあるね、ブーちゃん。ブーちゃんに似合う首はどこかしら。あ、こっちだ。見てるのかな。犬の首はどこにあるの？もういいよ。
これを。今日の買い物は終わりました。今日買ったのは、はい、で今日買ったのはこのリードとこの首輪ですね。はい、はい、いい子です。はい、はい、ブタロね、いい子ね、ブタロどうですか、似合いますか。はい、似合いますか。はい、はい、いい子ちゃん。ブラは重たいでしょ。